こんにちは、こんばんはチャンネルのマサです。ボラー、そしてはい、どうも、寿司です。イエーイ。大丈夫、新年初めて動画で挨拶したんじゃない？いや、大丈夫、一応撮ってはいい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。俺らもね、2020年初野球。いやいいですね、やっぱり野球は。前回野球撮影したの1ヶ月以上前に素振りはあったけど。ということで、本日は1000円でひたすら遠くまで飛ばせ選手権。イエーイ。ただ野球をやる時代はもう終わりました。これはだから、まあ要するに千円札を折って誰が一番遠くまで飛ぶ紙飛行、はい、ということで、この選手権はですね、はい、予算1000円で軟式ボールをどこまで飛ばすことができるのかという大会です。だからバットがあるけど、実は1000円ぐらいでね、バットボールみたいなの作れんじゃないかと。そう、まあ現に1000円で売ってたっていうのもあります。まあ、正直1000円で、もう今回ルール何でもあり、ただし自分で完結できるもの、だから人に投げてもらうとかなし、なし、投げるのもありなんですけど、なんかあまりにも投げすぎるのよくないから、そこはちょっと空気読んでもらう。シンプルにね、空気読んで。だってさ、1000円さ、はい、1000円じゃあポケットマネー入れて、はい、遠投して、80ぐらい飛ぶじゃん、多分。それはちょっと違うから、まあなんか道具を使って、誰が一番飛ぶのかという選手権でございます。はいはい、そうです、もうだから買ってあるんだね。そうだね、もう自分で買ってありますと、うん、はい、どうですか自信は。いや、俺ね、反するんだけど、多分2人だったら俺一番飛ぶ。ちょっと1人の力は未知っす。なるほど。どうですか。まあ最初に思い描いたのと似たようなのは一応用意できます。あ、じゃあそれは用意できなかったんだ。なるほど。どうですか。死ぬほど自信あります。はい、そうなんだ。はい、人雇った。1000円でプロ野球選手。プロ野球選手雇った。はい、とりあえずゆうやは準備があると。そう、準備があるんだけど、うん、だからじゃあお寿司さんのまず見っちゃう。そうだね、一般的にじゃあ俺から行った。はい、お寿司っていうぐらいだからね、まあなんか寿司にかけてるんでしょうね、きっと。さあ、じゃあまず道具の紹介お願いします。まず道具何点？1点です。えいや、正確には3点です。3点やないね。メインが1点。なるほどね、メインとサブ的なね。そう、メインこんな感じのものです。じゃじゃん。え、要はバッティングセンターみたいな感じでバン。ああ、なるほどね。この遠心力を利用して投げるっていうのを作りたかったんだけど、1000円だとこんなのしか用意できなかった。サブはない。で、サブその時でもいいかな。ああ、なるほど。実践の時にじゃあ。なるほどなるほど。名前つけてください、これ。ドラパルト。ドラパルト言って。カットでーす。こいつの値段は657円、はい、サブ含めてお釣りが54円ぐらいだったから。なるほど。1000円切り1046円。じゃあ、あの今寝てないんで相手3になってますよ。じゃあマスターのこちらです。いきますよ。え、なんかでかっ。何個あるの？3です。あ、3だね。こちら、はい、でん、ダクト。ダクダクトです。わかんない、まだ感じ。ちなみに今回、若干叩かれるかもなって、ちょっと。これに、いきますよ。麺です。まっすぐ。麺ですね。で、こちら、じゃーん。これ、こうなるんですよ。なるほど。まあまあ、やり方はまあ後で言うけど。バン。なるほどね。メントスコーラロケット。はい、これで、合計が本当に900、僕も同じぐらい、多分950円ぐらい、残り100円以下でした。これ691円。なるほど。じゃあ僕最後いきます。とりあえず見せます。なるほど。ちょっと隠してるんで、ちょっと見ないでもらって。出てる。丸見え、丸見え。はい、僕はこれなんですよね、まず最初。おお、まあまあまあ、もう昨日ヤンキー御用達の、実際見たことない。これにですね、はい、皆さん今時代はビヨンドですよ、はい、ということでこちらビヨンドの元です。お、ゴム。これはあの、なんて言うんだろう、ペラペラになってて、これをあの木の周りにまとわりつけて、それをこの輪ゴムで止めると。おお、芯を作るんだよね。なるほど。だから2人だったらその、うん、ロングティーできんじゃん。だったらこれが一番飛ぶんじゃねえかな。確かに。なるほどね。だからここに芯を作って、1人で、まあ、だからこうノックみたいな、ね、そんな感じ。なるほど。これがね、869円でした。全部すげえ買えるんだ。おお、いい。あ、名前聞いてなかったですね。名前なんですか？トンネル、遥か彼方へ。さくらちゃんです。
俺途中までネーミングセンス俺と一緒だって言おうと思ったらなんか違うの入ってたわ。これ名前勝負は時の運です。なぜかというとここに当たらなかった場合終わるから。勝負で、ちなみにこれだから5回ずつやってその最高距離で。そうだね。ちなみに僕は5回できないです。一発勝負。僕は一発勝負です。一発勝負。笑った、はい、じゃあ早速、はい、やっていこうと思いやーす。さあ、ということでゆうやくんの豊作のコーナー。さあ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 、持ち手にグリップがないっていうのもね。まあまあ、それをね、言い出したらちょっともうしょうがないのかな。あと100いくらで、なんかその使えるもの探そうと思ったんだけど、なんか絶妙にないのよね。輪ゴムとかもさ、意外と高いっていう。そうなんだ。これがね、輪ゴムの中で一番安かった。広めにするのか。そうだよね。うん、一箇所で厚めにするのかっていうのあるよ。まあ持ち手はもうこの辺適当に持つんで、まあ難しいなこれ。ちょっとこの辺に作りますか、こうやって。おーい。あの狙いは角で打つことです。で、なるほど。このちょうどなんていうの、一番ここがさ、やっぱ力が伝わるじゃん。に対してそのフライを打っていけば一番飛ぶんで。角でフライを打つ。クソ難しそう。だから時の運。名前は時の運ですこいつは。ちなみに発想の元ははじめ社長さんです。あ、そうなんだ。あのバッタ、輪ゴムやった。輪ゴム1キロかけてくる。あ、できました。芯ができた。いや、結構5万円くらいで売れんじゃない。売れない。材料費1000円以下だ。いや、これいいんじゃない。良さそう。ここをこう斜めでこう当てていく感じだよね。いや、これいいぞ。じゃあ本編スタート。はい、はい、ということでね、まあ残りのお金で買ったね、あの秘密兵器を用意したいと思います。お、ブルーチェーンモンスター。ということでね、エナジードリンクをね、2本買ってきたんで、もうこれで、あの、ドーピングして、もうパワーマックスにしたいと思います。本人をドーピングするってこと。そう。マシンで強化して、さらに本人もドーピングする。ゆうや、今何が起きてるか分からないからね。いただきます。不作、ドーピング。ドーピング待ちです。そんな速攻じゃねえよ。ちょっともう、もう一本はちょっとあの入んないんでいいです。よっしゃー、行くぜ。お願いします。行きまーす。一発目。いやー、あー、でも結構24m50。おお、1投目行きまーす。安定性を高めて。いやいい。やばいやばい。え、すげえ。いった。37m20。おお、37m20。いや、でも今ので7割ぐらいの力だった。いや、マジか。3投目いきます。はい、フルパワー、しゃいくぜ。いやいや、すごい。え、すごい。44m80。 44m80、 マジか。エナジーがみなぎって。そんな飛ぶんだ。全然俺真上に上がって終わりかと思った。4投目。はい、回転をつけて。いや、ひどいひどい。収まってない。ラスト。おお、おい、いきます。うわー、いや、いい。いや、いや、すごいすごい。46m70。 イエーイ。よし、行くぞ。行きます。時の運です。おいおい、家越えんぞ。いや、いいや、いい。行くな。1球目、はい、あとここに当てなきゃいけないから。時の運、時の運だよ。うわっ、やった。今はね、当たったよ多分。今ちゃんと行ってた気が。43m10 だって。危ねえ。グローブ。弾道はむずい。これおすすめ越えします。フライボール革命、いくぞ。やべえ。ただのフライ。やべえ。でも飛んでる。でも結構飛んでるよ。35ぐらい。あ、痛い。ダイバー松井秀喜です。呼んできてます。行ったわ。
ました。普通のバットと変わる。これビヨンドになれる。左に打ちます。いいよ。うわ。バカそんなんで推定80-90 77m 飛び当てました。じゃあラスト行きます。目指せ 100m 行くぞ。それがまさに時の運だ。時の運だぞ。時の運、思ったよりミートルめっちゃ感触良かったけどな。さあどうなるのかね。まずはこのコーラをシュッてやらずに開けなきゃいけない。いきますよ。あ、開きました。ここにメントス何粒入れるかなんだよね。1個ここにこうやっとこう。あ、それはいいかもね。2つ入れて、え、てかもうさ、蓋のままガッてさ、そうやっちゃえばこうやって。そう、無理かな。これいきますよ。お、危ない。よし、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 すごい。よし、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 やってます、やってます。爆発する可能性マジで爆発するよね、これ。触らして。うわ、パンパンだ。パンプアップした後の筋トレした後の腕みたいになってる。仕上がってるね。お買い得シールが貼ってあります。やばちょっと緩めて、だからプシュってなんないぐらい、このぐらいにしときましょうか。で、問題はこう。これびしょびしょになるの確定してるんだけど。笑った。いきますよ。いけんのそれ。いきますよ。頑張れ。3、2、角度重要よ、角度重要よ。1、不発。まあまだね。不発は重要ある。まあまだ。結構緩めました。一人でむずい。行くで。いや、むずい。いや、緊張感がすごい。分かった。こうやるわ。あー、もう上から。もうマジで上からやるわ。いきます。3、2、1。まだ可能性はあるでしょ。まだ可能性はない。わかった。ラストチャンス。こうやるわ。普通に。なるほどね。なんもなし。なんもなし。これ気をつけてから。真上にしか上がってない。3、2、1。まだセーフ。まだ。まだセーフ。強いじゃん。こいつやばない。いくよ。ということで、もう非常に残念だ。いや、まあこれはね、実験だからしょうがないけど、まあ確かに残念。これはちょっとみんな見たかったと思うんだけど。いや、見たかったよね。俺らも見たかったけど、ね、まあまあこれはでも実験だから。でも一番面白かった。優勝はゆうやくんです。イエーイ。賞金1000円ですか。いや、賞金は1万円です。いや、急に。ということで、まあこういうね、まあ、野球を絡めたなんかエンタメ企画やりたいと思ってるので、はい、ぜひこういうことやってくださいなどあればリクエストお願いします。今日ね、遊びに来てくれたサブメンバーのさんのチャンネルは概要欄にあります。ぜひ見てください。はい、本日の動画は最後までした。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。明日。ありがとうございました。ちょっと、じゃあマジで一回やって、このままやっていい？やってみていい？